黄砂はあさって日曜にも再び県内に飛来する可能性があります。黄砂を洗い流す作業に追われている中古車販売店に傷をつけずに洗車するポイントを聞きました。泉区の中古車販売店です。黄砂の影響でしょうか、車の上には砂のような汚れが目立ちます。開店を前に従業員総出で洗車の作業に追われています。粒子が大きいやつもあるので、サルダーこのままこすったらやっぱり傷入っちゃうなっていうのは感じるところあります。黄砂で汚れた車を洗車する際にはどのような注意が必要なのでしょうか。水をかける量を少しでもかなり多めにしないといけないのと、あとやっぱ洗剤使って落とすことになるので、細かいところで言ったらもうスポンジの汚れから気にする話ですし、その後にまた洗剤があるんでかける水の量もちょっと多めにするっていうのがあるので、通常の洗車よりも一工程二工程は増えるかなっていう感じですね。特にルーフやワイパーの溝の部分は汚れがたまりやすいため、黄砂が付着したらすぐに洗い流す必要があるといいます。今年は黄砂以外にも花粉の飛散量が多く、臨時アルバイトを3人雇って対応していて、これまで週1回だった洗車を週3回に増やしたということです。今回の流れ込みはピークを過ぎましたが、あさって日曜は再び県内に黄砂が飛来する可能性もあり、注意が必要です。